今国会で、重要な問題になっている水俣病問題ですね、与党案に対して民主党と修正協議が今いろいろ行われておりますが、まだ最終的にはまとまっていませんが、これは公害の原点とも言うべき重要な問題であります。で、報道によりますと、与党と民主党との間で与党案をベースにですね、被害者をこう切り捨てると、四肢末梢有為の感覚障害のある人以外はですね、救済の対象としないと、あるいは窒素の分社化を認めて加害企業を事実上免罪をすると、から3つ目に地域指定の解除ですね。で、地域指定の解除という文言はどうも取るようだけれども、これを最終解決とするということで事実上の幕引きを図るという内容での合意がどうも進められているというふうに伝えられています。で、担当者間のレベルの議論でしたが、国対と精神レベルの与党と民主党との協議に今入っています。そこで皆さんにお配りしたような、この間我が党の立場は明らかにしてきましたが、法案対抗という形で今日、お配りしました。で、これを、当然衆議院の環境委員会には我が党委員いないんですけども、参議院の環境委員会で議論になるときに、修正案という形で、出し待機をしたいということと、他の党にもこの立場から働きかけ、この立場から質疑をしていきたいというふうに考えています。簡潔にポイントだけ言いますと、この問題についての最高裁判決というのも出てるわけですから、要するに国の認定基準よりももっと幅広く多くの人を救済の対象にしようということになっているわけで、最高裁の判決に基づく認定基準および認定資料を法律に明文化すると。で、国はですね、最高裁判決で否定されたにもかかわらず、今の認定基準の見直し、これはですね、与党案も民主党案もこの認定基準の見直しという点についてはね、今修正協議やられてますが、全く横に置かれてます。やっぱり最高裁で確認をされた、認定基準を法律の中に明記してですね、水俣病被害者全体をきちんと救済をしていくと。で、ここにありますように、この5項目のいずれか一つでもですね、満たすものは、公憲法上の水俣病認定被害者だということで保障をするというふうに法律上明記すると。それから1の後ろの方に書いてありますが、この認定基準の見直しに基づいて最高裁判決水準の被害保障、これを完遂させるためにですね、水俣病の被害者と加害企業である窒素との新たな保障協定を締結させるということと、これは最高裁でも断罪されているんですが、これは被害者には何の責任もない国及び県の責任だということで、当然法に国と県の責任をですね、明記させると。で、窒素はそういうことに従うのかという疑問や意見があると思いますけど、これは最高裁がそういう結論を出したわけですから、窒素と新潟の水俣病で言えば昭和電工ですね、ここに責任があるということも明確に、されているわけですから、その司法の判断に基づいてちゃんとそういう協定を結ばせるようにすると。2つ目はやっぱり調査なくしてですね、対策は出てこないわけで、潜在的被害者というのはもういっぱいいるわけですね。白根海沿岸でも、新潟の阿賀野川の流域でも未だに声を上げられてない人が多数いるわけで、環境被害が健康両方のですね、影響調査をですね、きちんと行うと、そういうことを実施するということを法律に明記すると。3つ目が意見を聞くと、専門家や
被害者の意見を聞くと、公聴会などを開催して被害者専門家の意見を聴取するということを明記するということを柱にした法案大綱を出して、もし、与党と民主党の修正案が委員会国会にかかれば、この対案を出して議論をしていくと、まあ、いうものであります。まあ、これまでの基本的な考え方を法案大綱で整理したということであります。あと昨日横須賀の市長選挙が ありました。自民公明、民衆の3党が推した現職の市長が落選をして、まあ、元総理の小泉首相も3回応援に入った現職の市長が落選をいたしました。でこれは自公も民主も嫌だという市民の一種の現れですし、この横須賀というのは皆さんご存知のように1907年の市政施行以来ですね、100年以上にわたって軍と、軍は軍隊の軍ですね、軍の都、軍都として歩んできたそういう町ですけれども、まあ、現在はアメリカの第7艦隊の本拠地として世界でただ一つの原子力空母の海外母港、アメリカが海外にこういう母港を持っているのは日本だけなんですけども、文字通り日米安保体制を支えるこの横須賀でですね、この間36年間にわたって中央政府、国から市長候補が送りつけられてきたんです。で3代目の鎌足氏がこう敗れたわけで、これはまあ画期的な意味を持つというふうに思っています。で我が党が推した候補者は残念ながら当選はできませんでしたが、前回、我が党が推した候補者の取った得票は9850でしたが、今回、共産党が推した後藤正彦候補は23134票取って当選には至らなかったけれども前選検討したと。これは現地で、この間原子力空母 の住民投票ですね、横須賀市民の住民投票条例、これを求める直接請求運動をやりましたが、まあ、現在の市長が拒否して、今度もこういうふうな選挙結果にもなったわけですけれども、今後引き続きこの原子力空母の寄港を許さない、空母化を許さない戦い、市民欲実現のために頑張っていきたいというふうに思っています。それからそうですね、私の方からは今日は以上であります。まあ小さいが大きいニュースとして私たち喜んでますのは、宮古市議選ですね、宮古市でありますね、宮古古いね、定数1を争う市会議員補欠選挙で、我が党の候補者が当選したというのは、まあ、地方の選挙だけれども大変大きな総選挙を前にして大きな意義を持っているなと思って、岩手の宮古市ですね、積極的な意味を持つ。なお当然補欠選挙と国政選挙とは違いますけども、05年の衆議院選挙でこの宮古市で取った票はね、我が党1519票だったんです。それから直近の参議院の比例の票は1242票だったのが17024票取って、補欠選挙で当選できたというのは大変確信になる結果だったというふうに思っております。私からは以上であります。どうぞ皆さんから他の問題でも結構ですし。あ、すいません、はい、どうぞ。自民党の方で総裁選の前倒しを求める声というのも出てきてて、一方の解散時期を巡る綱引きもありますので、それについてどう見てるかということと、はい、局長自身はどういうふうに考えるか、いつの時期誰が解散していったというのはどう思うんでしょう。解散権は総理にあるわけですから、私がいつやるとかやらないとかということを言うことはできませんが、やっぱり今起こっている事態をどう見るかということなんですけれども、内政外交両方ともね、自公政権が
まあ、日中もサッチもいかなくなってですね、内政で言えば、まあ、世界の経済危機の影響を世界中のどこよりも日本が受けて、まあ、景気悪化というのは深刻ですよね。20万30万という派遣労働者や機関社員が一度に首を切られると同等に迷うと、まあ、2200億円ずつ毎年社会保障費削られてきて、これまでで1兆6200億円、その結果医療難民が生まれ、介護難民が生まれ、医師不足が起こると、そういう、こう国民的な批判が今渦巻いてると思うんですよ。まあ、世界に目を転ずるとね、アメリカの一国覇権主義が破綻をして、まあ、いわば軍事同盟絶対からこう平和の共同体がアジアでもラテンアメリカでも広がっているときに、いまだに日米軍事同盟にあくまで固執すると、そういうね、内政外交上の、まあ、いわば行き詰まりが国民的な批判を浴びているわけで、しかもその打開策が示せないときに内閣改造や三役の顔ぶれをね変えて、目先を変えるだけでね、こう国民の支持を得ようというのはまさに一時しのぎの姑息な、やり方だと。やっぱり早く解散をしてね、国民に支持を問うべきだと。でこの際総裁選前倒してこう表紙だけ変えてですね、こう有権者の支持をかすめ取ろうというのはやっぱり本来の相方じゃないでしょうね。なんか麻生さんの手でやりなさいとか誰の手でやりなさいとか言うつもりはありませんが、3代続いて国民の支持を得てない総理が居座ってるわけですから、これやっぱり解散総選挙早くやると。同時にね、私あの解散総選挙は急ぐ必要あると思うんですけども、その前にちょっとはっきりさせておく必要があるなと思ってるのは、新たにあの政治と金の問題で大きな問題が今発生しますよね。小沢前民主党代表の問題も、から二階さんの問題もまだ曖昧なままで、一切こう説明責任は果たされてないし、自民民主両党の自浄努力も行われていないと。そこへ与謝野薫大臣の新たな献金疑惑が生まれました。さらにあの佐藤総務大臣がですね、公正取引委員会から排除勧告を受けた、そういう企業からだこう談合だけじゃなくてですね、排除勧告や指名停止処分を受けた後もその企業から献金を受けたということが明らかになりました。でこの佐藤総務大臣の問題もある、与謝野薫氏の問題もある、そこへあの新しく民主党の代表になった鳩山さんは亡くなった方から献金を受けていたと、あるいは献金した覚えがないという人から献金を受けていたと、これらも含めてですね、あのきちんと集中審議もやり、それぞれの党と本人、疑惑をかけた本人が説明責任を果たすということと同時に、国会としてもこの問題集中審議きちんとやってですね、その上できちんと解散すると。それから昨日あの細田幹事長がテレビ討論会で、あの臓器移植の問題と切迫検査の問題とこの水俣の問題で、これをきちんと審議して、しかるのち解散と。でしかしこれが通らなくても途中でも解散あり得るということを討論会の中でおっしゃったんですけど、あの我々これ3つ大事な法案だと思ってます。ただあの解散を早くやりたいために中途半端な議論でね、曖昧なままで、これ昨日の発言聞いてると野党の皆さんとも早く合意を勝ち取って通してしまいたいということなんですよ。水俣で言えば さっき言ったような問題があって、簡単な合意をですね、与党と民主党との間でやってさっさと通してしまうということはこれもう論外ですし、臓器移植の問題に関して言えばやっぱり脳死を人の死として判定するのかどうかというのは大きな疑義があるわけですし、子どもの意思表明権の問題もあるわけですから、とにかく解散を早くやるために短時間の論議でさっさとこう通してしまうというやり方はやっぱり良くないというふうに考えてます。審議をする以上はきちんとやるべきだし、あの解散するなら新しい国会できちんと急いで問題解決すればいいわけで、あの
はい、その問題についてはそう感じてます。まあ自民党の今の実態を見てるとやっぱり文字通りの政権末期、統治能力の崩壊というのが状況じゃないでしょうかね。まあ、政治的政策的な路線の破綻とこうそれが土台にあって、でまともにこう問題を処理していくなんていうかな、こう統治能力、それ自身も問われているという、まあ、ボロボロ状態なんじゃないですかね、今の状態はね。そういう中で起こってる事態じゃないですかね、今ね。今おっしゃったようなことをきちっと議論していると時間がある程度かかる、はい、ただ一方で解散早くなるので、はいはい、その職場としてはどちらを優先するか、あのね、早ければ早いほどいいという単純な考えは私たち持ってません。ただ今のその麻生内閣の下で正しい問題の処理ができるかという問題はありますよね。だからなんか解散を早くするためにこれらの重要問題をいい加減な審議で決着をつけてしまうというのは良くないということを言っているということなんです。だから解散は早くやった方がいいしというのはもうそうなんですけど、そのために大事な法案をいい加減な論議で短時間で通してしまうのは良くないよということであります。で当然解散総選挙後には特別国会もあるわけですし、臨時国会もあるわけですから、もし、一応見ない法案はそこで議論をすればいいわけですから、水俣なんかいい加減な合意でね、民主党与党の間ですよ、幕引きを図るような法律をですね2日か3日で通してしまってね、総選挙と臓器移植の問題でこれだけ国民的に意見が分かれているときに、そのさっさとまだ参議院全く審議してない、これから審議するわけでしょ。ですから審議をやる以上はしっかりやると、で解散するなら解散した後にね急いでその問題を、だからなんか、繰り返しのようだけど、解散遅ければ遅いほど言ってるっていいと言ってるんじゃないです。解散早くやるべきだ、それを理由にね大事な法案の審議を曖昧にするというのはまずいよという立場です。全く別件なんですけど、はい、今日の日本郵政の三井社長を最近決まりました。これについてどうですか。私は西川社長の滞在というのはやっぱり大変大きいものがありましてね、国民の重要な財産である官舗の宿など国民の財産を叩き売りをしたと、しかもオリックスグループにですね規制緩和推進の中心に座っていた、まあ、郵政民営化を大いに進めるべきだと言ってたオリックスグループに2400円建設にかかったものを109億円で売り渡すとかね、ゆうちょ銀行のカード事業、これは三井住友、もともと西川さんというのは三井住友の頭取だったわけで、その三井住友グループのカード事業が 98.6% のシェアを占めてるわけですね、ゆうちょ銀行のカード事業のね。これは後者の時代には確か 0.2% だったと思いますよね。で、これはもう明らかに、なんていうかね、こう、利権の対象に、自分たちが行っているということの表れですし、まあ、21万人もの非正規労働者のワーキングパーカーとか簡易郵便局が閉鎖されてサービスが低下するとか、あの障害者団体向けの第三種郵便ですね、これはまあ西川社長の以前からあったことだという、それを見逃してですね、今も悪用を見逃してたという重要な問題もある。だから私はね、やっぱ辞任するのは当然、社長を続投することは絶対に許されないと。で、民間会社のその人事に介入するのはいかがかという議論があります。しかしこれはね、やっぱり国民の重要な貴重な財産をこう管理するそういう民間会社だけに総務大臣が認可権を持ってるわけですよ、その大臣の。で、それはなぜそういうふうにしてるかというと、そういう公共性を持ったものだから、こういうものを利権の対象にするようなことにしてはならないというので、そうしてたわけですから、今日の株主総会で、社長の就任が決まったというのは、極めて重大だと。しかも株主って政府が 100% 株持ってるわけですから、政府がノーと言えば社長にならなかったわけで、チェックはね二重にできるわけですよ。
まず第一に財務大臣の判断が株主総会の決定となるということと、その後2回目は総務省の判断ですよね。まあ、いずれにしてもこう許されないと。もともと私たちは郵政民営化というのは国民の要求でね、こうやろうということになったんじゃなくて、郵貯官報などの巨額のこの国民の財産をね、アメリカと日本の財界や 大銀行が自分たちの利益の対象にしようということでやられたもんで、国民にとって何のメリットもないということから我々これ反対してきたわけですし、まあ、今日の決定については極めて不満で不同意であります。すみません、はい、どうぞ。地方でですね、支持系統を明らかにする動きがかなり進んでますけれども、うん、この影響と批判との考え方を、知事個人がですね、何党を支持するかは僕自由だと思うんです。ただ今起こってるのはですね、全国知事会が要求を突きつけて、しかも自民党と公明党と民主党という3党にね、でマニフェストに自分たちの要求を反映しろと、それに基づいてどの政党を支持するかを決めるっていうことだったんですよ。ところがこれは全国知事会として特定の党を支持するっていうのはこれはまずいという議論が内部でも噴出して、じゃあ特定の知事や首長のグループがですね、特定の政党を支持しようかという動きに今なってるわけですね。で、さっき言ったように一個人、知事個人がどの党を支持するかで、これは自由です。知事というのはですね、どの党の推薦を受けて当選しようが、市長も一緒です。首長というのは当選すればこれは全体の保守者、住民全体の保守者であるわけで、そういう人たちがグループ作って特定の政党をね、支持するというやり方はやっぱ市長首長のあり方としては正しくないというふうに思っています。それからまあまるでですね、こう地方がもっときちんと自治が発揮できて、住民の暮らしに奉仕する地方自治体になるためにっていうふうに宣伝されてるけども、中身よく見てみますとね、地方分権地方分権と言ってるけれども、中身は本来こう国が責任を持つべき社会保障やその他の分野ですね、こういう考え方なんですよね。国はもうその外交とか防衛とか全国的な公共事業的な仕事をさえやればいいので、その他のことは全部地方に任せと聞こえはいいんですけどね、国庫補助負担金などはこれ義務教育の問題とか高齢者医療とか国民健康保険の問題だとか児童手当の問題だとか、そういうのがいっぱい含まれてるわけね。で、そういうものを廃止しろだとかね、あるいは義務付け枠付けを廃止しろっていうふうなことを盛んに言ってるんだけど、窮屈だと。しかし中身見てみるとね、廃止せよという中に保育所の子ども一人当たりの面積、これは児童福祉施設の最低基準として遵守しなければならないって、この規定も全部外してしまえと。で、この規定よりももっと大きい面積に住んでたらそれはいいですよ。それ以下にしたいがためにこれ外せみたいな、やっぱり本来の地方自治の方向とは反してるわけで、道州制なんかもね、これは全国を等ぐらいのブロックに分けて、その下に今1800ある市町村をね、当面700から1000にして将来は300ぐらいにすると。でますますね、この間行われた上からの市町村合併の押し付けの中で住民と自治体とのこの距離がね離れてしまっているのに、一層ねこの自治体と住民の間をなんていうかな、こう距離を置かせるようになっちゃうわけで、こう地方自治とはもう全く、地方分権というけども、こう地方自治体の本来の役割をむしろね、こう弱くさせるような動きが、あるというのは非常に危険だと思っているということ。それからね、もう一つ言うと、今よく見ておく必要があるのはね、郵政解散の時のように、もちろん私地方自治地方分権は大事だと思ってます、正しい意味での。しかし暮らしや雇用や福祉や外交上の重要な争点問題が山積しているときに、まあ、シングルイッシューというか、この一点に争点を絞って選挙をやろうというやり方はね、やっぱり争点そらしということにつながると。
そういう危険性を持っているというふうに見てます。だから特定の党を支持するというのは何人かのあれに呼びかけてるけど、なんかなかなか内部で矛盾があってあんま集まらないというような報道もされてますね。よろしいでしょうか。じゃあどうもありがとうございました。